谷さん、心強いメッセージありがとうございました。経済界も安倍晋三さん、安倍晋三総裁、そして朝日健太郎さんと共に経済前に進んで、そういう格好をいただきました。25年間スポーツをやってきて、どうやったら睡眠がよく取れるんだろうか、どうやったら健康が、それ以外では一人の就職者に対し一人分の仕事がなかった、この東京もそうだったんだ。そして皆さん、東京を卒業した皆さんが日本をしっかり成長させ、皆さんにとって大切な社会保障も大事にしましたが、それは違います。私たちは 7% 改善をしているんです。では皆さん、私たちをこんなに批判している、批判ばっかりしている、お金がかかるだろうと言われます。確かにお金はかかります。でも私たちはその財源を作ってきました。これからも作ってまいります。候補者を一人に絞って、岡田さんは人たちとは理念も政策も違う、こう言って言いながら候補者を一人に絞り、自民党の候補者を倒すことだけを優先しています。